FM 議論から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。3月20日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティのコーマの手でございますよ。はい、今週もですね、ゆるくおしゃべりしたいなと思いますよ。よろしくお願いいたします。はいはい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになります、フロースタイルエフロボ接骨院、真心美味でご提供、居酒屋マジュン、バーガー&バーバーソルチェ、こんばんは。今提供の紹介してるのにボアソルチこんばんはがセットになってしまうだろう。はい、今日はね、ちびっこ D1 号が2号だっけ、1号だった、上よりも、何言ってるかわからないから、はい。進めていきましょう、たくさん来てるから、俺が1号だ。はい。ですね、今週も、琉球のお話からやりたいなと思いますよ。今日ですね、3月20日は、コラ J3 のね、方がありましたよ。 FC 琉球はホームで、YS 横浜戦がありまして、見事2対1で勝利しておりますよ。やった、おめでとう。うん、いい感じ。いいっすね、いい感じですよ、本当に。これ負けなしだから、2勝2分けかな今。おー、順位も上がってるんじゃないかなと思いますけど、先制点がね、富所選手のダイビングヘッドで、うん、その後また白井選手の後半20分に追加点の 2-0 があって、まあ、後半30分40分ぐらいだったかなに、1点返されたんですが、そのまま2対1で勝利を収めた結果になってますよ。はい、それに伴って、まあ、暫定なのかな、これ、FC琉球は、順位を1つ上げて、7位で、はい、ございますよ。久々に見た1桁順位。なんだって、久々に1桁順位見たの。琉球の3年ぶり3年ぶり。どんだけよ。2021年の頃、9位だったさ。だった？だった。そんな感じでしたっけ。2021年の最終の19、はいはいはい、2位だったけど、なんかいろいろあって9位まで落ちた。おお、今年は、はい、監督がね、去年ちょっと変わって、まあ新、シーズン序盤から、ジョンソン体制でやってますのでね、まあ、352で、ね、うん、ちょっと面白い感じもするので、はい、楽しみながら見ていきたいなと思います。それで FC 琉球が次節第6節になるのかなは、おすぐですね、今度の日曜日、今度はアウェーで沼津戦がありますので、ぜひね、ここもいい形でね、結果を残してくれたらなと思いますよ。はい、皆さんも応援よろしくお願いいたします。コメントがちょっといくつか来てるので読みたいなと思いますよ。これは高坊さん、こんばんはって来てます。高坊さん、んリモートってさっきさ、お面もらって、お面もらってナルトラさんからジンベーニョの、今日ホーム戦があったので、そこでね、いただいたプレゼントをまた、はい、プレゼントしていただきました。はい、返信したのってディレクター君、久しぶりって来てますけど、久しぶりです。はい、僕の正体ジンベーニョです。カメラが人形しか捉えてませんが、あ、はい、はい、そんな感じです。それで、はい、それで今日は行こうかなと、
カープボーイさん、小浜さん、皆さんこんばんは。今日はまた寒くなりましたね。明日もっと寒いってよ。そうなの？太陽が出てて日向は暑かったのさ。なんなら日焼けしてますよね、僕ら二人ね。あ、おだけどやっぱ日陰に入るとやっぱり、まあ、風もあったので風も冷たくてまた寒くなってるなって感じがあったんですけど。でも今日俺練習汗かいてないのに日焼けしたんだよ。汗かけ、走れ。まず走れ。ダッシュ、違う、あのダッシュ何本かやったのに汗かかなかった。なに日焼けだけした。そうですね。暑くなったり寒くなったりがねまだ続く感じがありますけど、なかなかね体調の整え方が大変かなと思いますけど、皆さんも気をつけてね。野内さん、こんばんは。今夜も来ましたよ。はい、ありがとうございます。野球に負けずサッカー盛り上がっていきましょう。大谷ね、野球がね、MLB ね、韓国で今、はい、やってますから。今日だっけ、やってます。土曜日にダルビッシュと。そうなの？今日じゃないんですか？土曜日なんだ。ほうほうほう。詳しいじゃないですか。でも、待って、分からん。でも昨日のさ、あのニュー、ちなみにもう少しマイクに寄ってくれないと音拾えないです。すいません。あの、昨日のなんか、のニュースキャスターの人、なんか明日やるみたいなこと言ってたのに、日付が、土曜日になってたから。そうなんだ。どっちみたいな。高坊さんからほら今日開幕戦だよって、ダルビッシュ投手4回で降板したよって。でも昨日マジで昨日見たらダルビッシュ言うと大谷翔平土曜日って。この沖縄県のサッカーを盛り上げていこうの情報と高坊さんの情報だと、はい、俺は高坊さんの情報を取ります。他にも高坊さん、最近 FC 琉球沖縄についてるね、あれって何なのって、個人的じゃない方がスッキリしてるよって。FC 琉球はお名前が正式に変わりました。 FC 琉球沖縄っていう名前に変わって、そうそう、ロゴもね変わっ、ロゴ変わったの？ロゴ変えようとしたら大反対にあって、一応将来的には変えたいみたいな感じ。そうなんですよ。 FC 琉球沖縄っていう、はい、ロゴというか、名称がね新しく追加されてますよ。調べてみる。カープボーイさん、もう一つ、今日はサッカーと関係ないけどダルビッシュ大谷対決どうなったのかなって、高坊さんの情報でね、ダルビッシュ投手が4回で降板してるよーっていうから。FC 琉球のロゴってこんななるの？どう思います？やだ。シンプルにやだ。こんなん琉球ちゃう。一応ね、あのシーサーなんだよ、これも昔のシーサーの方がやっぱりちょっとかっこいいしね。わかるけど、絶対違う。やばい、久々にこの話したけど。あ、熱いな。俺たちの琉球じゃない。俺たちの琉球のロゴを返せ。なんだそりゃ。青野くんなさん、今日の琉球よかったねって、吉本のクロスよかった、とこもと思い出した。そうですね、左からの。でも、富所選手のね、ダイビングヘッドも、なんか、いい感じで、熱くなりましたよ。もう一つ、青野軍団さん、上原真希人選手も去年とは別になってるし、無駄なバックパスも少なくなってる、今年はいけるんじゃないって。そうですね、真希人選手は、なんか、3バック、5、352の5の外なのかな。ね、なんかいい位置にいますよね。うまくなんかゲーム、ポイントポイントで、目立った感じがしますけど、ね、今年面白い感じ。心配なのは7月の移籍時期に、次第がどっかに取られないか。確かにね、J2、J3 はね、どうしても
避けられない、ものかもしれないね。確かにな、それはな、ちょっと嫌だね。まあまあまあ。高坊さん、それがファンサポーターの声ですよ。返せって。エンブレムの話かな。今も試合中ですよって来てますけど。あ、これはあれかな。カッコイさんの。韓国の球場の周りの商店街いる人たちが書き入れ時だって喜んでたよって。ね、なんだかんだ大盛り上がりですよね。うん、楽しそう。野内さんから、今日の J3 が来てますんで、はい、これはじゃあちびっこ D さん喋りますか、これ。喋った方がいいの？喋ってくださいよ。なんか岐阜が勝ってるね。もう少しさ、もう少し。え、グルーザーっていわきグルーザー。はい、盛岡。負けたんよ。気になるのそこかな。はいはい、え、終わりですか、はい、やめてください。つえげんって金沢。そうですね、はい。ええ上から言うとガイナーレとカマタマーレが1日の、ドロー、FC ギフト、今治が 2-0 でギフ、ああ今治負けたんだ。お、いいですね。山形がグルージャ盛岡に 1-0 で勝ってますよ。AC 長野パルセイロが2-1で福島ユナイテッドに勝利、カターレ富山が、ツェーゲンに1-0勝利、奈良 FC なのかな、これもう 1-0 で、バンラーレに勝利、キラベンツと FC 大阪が 0-0 のスコアレス、テゲバジャーロと、アスルクラロが 1-1 のドロー、 相模原と、オミヤアルディージャが 1-1 のドローとなっておりますよと。うん、いいっすね、今治負けた。今治負けたいいっすね、ちょっと怒られるな。ちょっと怒られるよ、マジで。いやいや、なんていうんですか、このね、順位の変動が出てくるのは、まあ、それでもあれか、勝ち点12、今日負け、あ、今日負けた、これ反映さ、あ、そうだよね、今日負けても首位っていうね、この辺の混戦がね、ちょっとずつでも生まれてくると面白いのかなと思いますのでね、楽しみにしたいなと思っておりますよ。はいはい。J リーグか。あれ、なんで F なの？番組進めていいですか？すいません、はい、相変わらず時間配分ができていないので、一旦この辺で CM に行きたいなと思います。ああ、遠い。よいしょと。はい、一旦 CM に行きたいと思いますよ。一旦 CM です、どうぞ。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院。パキ、ポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、すべての席が掘りごたつ。6名様までの完全個室を一室完備。オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋マジュン。握り寿司のテイクアウトも受け止まっております。野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー、一度食べたらもうやみつき。思い出したらよだれが出てくる。宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バーボアソルチ。はいはい、後半戦もね、沖縄県のサッカー情報もお話していきたいなと思いますよ。はい。JFL の、結果もね、お伝えしたいなと思いますよ。沖縄 SV がね、所属してます JFL も、先週末、この前の日曜日がホーム開幕戦でございました。サビック軽装でね、行われましたが、沖縄 SV は見事ね、浦安相手に 1-0 で勝利してますよ。はい。
終了間際のゴールでね、クロスに対してガナー選手が落として、まあ、それを、ね、ゴールを決めるという、劇的なね、試合でしたが、よかったな本当に。これに伴いだから、ちょっと待ってくださいよ、順位上がってるはずなので、ごめんなさい、ちょっと順位が今見れないんですが、今のところね負けなしなので、沖縄質問もね、ちょっと去年に比べて違うスタートを切ってる感じがしますのでね、皆さんの注目もねどんどん上げていってもらいたいなと思いますよ。沖縄スパーの方も、次節は、今週の土曜日、ただアウェーになってしまいますので、まあ、沖縄県での開催はないんですが、皆さんもねちょっと注目していただいて、また来週ね勝ったよってここでお話できればなと思いますのでね、皆さん応援の方よろしくお願いいたします。はい、高坊さん、先週第4の審判員やってきましたよ。運営側からいろいろ指摘されました。さすがに厳しかったけど神経質に思った大変よね第4審でも収穫もあったので次に生かします。偉いっす、勉強家、沖縄県の天皇杯予選も、先週ありまして、僕もちょっと第4審のお手伝いしてきたんですけど、面白かったっすね、いろいろやっぱり立ち位置によって試合の見方が変わるというか、神経質って面白いそうですね、いろいろ細かくやらないといけないし、細かさも求められるのでね、そういった感じになるのは、はい、よくわかります大変よね試合中なんか見るところもまた違うところも見ないといけないしね、面白いな、こういう話もどっかでやりたいな、シーサーさん、シーズン前から思ってましたが、今日の試合で改めて選手層の厚さを感じましたね、あ、琉球の話か、俺なんかシーサーさんのなんかコメント飛ばしてたりする、もしかして飛ばしてない、大丈夫、大丈夫か、大丈夫だと思う多くの皆さんからのコメントもあるんですけど、まあ、今日の琉球の試合、攻めも守りも良かったんじゃないか、見てて楽しかったっていう人がね、多かったので、だからね、今日みたいな試合をどんどんね増やしてってくれたらなと思います。俺今日サッカー琉球はちょっと見に行けなかったんですけど、隣でガキンチョの審判員してたんですが、すぐ隣なので声援がね聞こえて、おお勝ってんのかな、そうそう勝ってんのかな、あ勝利の歌流れてきた、あ勝ったんだやったとかさ全然関係ないのにえもう審判やってる時に、そうそう審判やってる時に面白集中しなさい、でもよかったね勝って、大宮グルーザが4位になった、岐阜が5位、シーサーさん FC 琉球の話ですよって、高坊さん、第4審は主審、副審より大変ですよって、そうですね、分かります、大変な部分もね、たくさんありますからね。まあ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 、野中さん、今日の J2、横浜 FC が 1-0 にザスパに勝利、ベガルタ仙台とロアッソ熊本が 0-0 のスコアレス、ベガルタ、ブラビーツが、おお、すげえ、3-0 で栃木に勝利。藤枝マン FC が 1-0 でモンテディエルに勝利、おエスパルスがジェフに 3-1 で勝利、ジェフなかなか上がってこないね、バンフォーレ甲府がいわき FC に 1-1 のドロー、ファジアの岡山が 1-0 でホーリーホックに勝利、大分トリニータが鹿児島ユナイテッドに 3-0 で勝利、ビファレ長崎が、愛媛 FC に 2-1 で勝利、レノファイア山口がボルティスに2-1で勝利、ボルティス負けてます、ボルティスって何なんだっけ徳島ボルティス、そうそう、ナルトラさんの生まれ故郷でございます、え父さん知ってるの誰、あ、いや、なんでもないえ、何してんのって思ったんだけど、カップボーイさん、天皇杯といえばまたサッカー関係ないけどキングス負けたね
バスケットね、負けたね、結構大差でしたね。なんなん、え、もしかしてあれなん、え、キングス弱くなってるとかやめてやる。いや、そうではないし、多分あの、わかんない、どうだろう、相手が強かったらもちろんあると思いますけど、故障者とかいたりしたのかな。結構な大差で負けてた。久々にこんなに点取られて負けたんじゃないかなと思うような試合でしたけど。メンバーは変わってない。メンバーは、いや、変わってますよ。メンバーはやっぱりシーズンごとに変わってくるので。あ、マジか。うん、そこはね、ありますよ、どうしても。先ほどね、ちょっと沖縄県のサッカー情報を思って言ったんですけど、ちらっとお話しましたが、あの大予選やってきたよってね、お話したんですけど、今、ベスト4じゃないな、ベスト6かが残ってまして、今度の日曜日に変則的な準々決勝が、あれ準々決勝って言わないんだよな。セリオレ対、メオ大学、FC 那覇対、開放技工琉球があって、まあ、そのちょっとね、分かりやすく、そのベスト4で優勝したチームがスーパーシードの沖縄エスパート、そうそう、準決勝やって、で、それで勝った方が、あと琉球との決勝、そうそう、超スーパーシードの FC 琉球とまた試合が。琉球やっぱ特別なん、やっぱね、J3 ですからね、まあ、唯一のプロチームではあるからね。そうですね、やっぱそれぐらいの、あの価値はあるのかもしれませんよ、な、 J3 なのにJ3 なのにってそんなこと言うなよ。おっと、おお、野内さんが、野内さんだっけ。はい、野内さん、読みますか、読んでください。読まないんかい、野内さん。メジャーリーグ、ソウルシリーズ第1戦、試合終了しましたよ。ドジャースが5対2でパドレスに勝利。大谷さんは4打数2安打1打点、パドレス松井投手中継ぎ登板、打者2人を抑えま出ましたよって。で、タカボさんがさっき言ってたけど、おお、拍手が出た。タカボさんさっき言ってましたが、まあ、ダルビッシュ投手は4回で降板。ダルビッシュが敗戦なのかな、配信、うん、かもしれない。え、いいっすね、大谷は今どこにいるの？ドジャース。え、じゃあ、ダルビッシュがパドレス。はい。野球の面白い。てか、俺本当にさ、はい、ドジャースにいるって、なんか忘れてて、エンゼルスの大谷どうかなとか学校で言ったら、ば、笑われたんだけど。どんまい。ドジャースだよって言われた。どんまい。マジで。野球の話するんすね、学校で。結婚したとか言ってたけどみたいなこと言ったら、今いんのドジャースだよ、時代遅れやん、わらわらわらって言われた。どんまい。タカボーさん、コウモさん、ドグソの解釈一部変更なってます。へえ、そうなんだ、見てない。ドグソって退場になるファールがあるんですよ。ドグソ、何の略でしたっけ。絶対言えない。あ、何だったかな。ペナルティ、決定的な得点の機会だって、高橋さんから、これが変わったってこと。そうなんだ、新しく出てるんですね。ちょっと探してみよう。なんかスタンダードかなんか出てたんですかね。俺全然見切れてないので、今年 J リーグジャッジリプレイとかやってないっすよね。あれなんでなんだろう。高橋さん知ってますか。さてさて、問題です。どないさん、ダルビッシュ投手は投球、球数多数の事情で3回3分の2で降板しました。そうなんだ。高場さん、やばい、ボールコントロールのキープの可能性が広く捉えられて、そうなんだ、ちょっと見てみよう。あ、やばい、時間がない、シーサーさんのまで読めるから。先週末、松本山が、今日の沼津と長距離移動で苦戦していたのかもしれませんね。雪は一生いっぱいでうまくこなしたと思います。
ね、この辺もちょっと試合構成になってきてるかもしれないね。タコモさん読めんダゾンが番組を放送しなくなったことしか知りません。そうなんだ。どっからやってんのかな、探してみよう。とりあえず、はい、すいません。あとこうだ喋ってるうちに今週もアディショナルタイムが、あーやばいやばい、30秒少々となってしまいましたよ。はい、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。今週はこの辺で終わりたいと思います。この番組はあなたの専属トレーナーになりますフロースタイルエフラボ整骨院、真心耳でご提供居酒屋マジュン、バーガンドバーバーソルティ以上各社の提供と、今週も聞いてくれた多くの皆さんのおかげで放送することができました。ありがとうございます。また来週もねゆるくおしゃべりしますので、また来週も聞いてください。それでは皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ピースピース、あ待ってまたねって、シーサーさんありがとうございます。ありがとうございます。ダゾーンが放送しなくなった、どういうことなんだ。